Hey you guys, 今日はね、ちょっと恐怖に逃げて、恐怖を答えだって思うことについてお話したいんだよね。はどういうことやどういうことかっていうと、僕たちはね、この恐怖っていうのを手放していくと幸せになれるじゃん。ね、例えば、自信をつけるっていうのは、本当は自信をつけるんじゃなくて、自信がないって思っている自分の考え方を外していく。だから悪いことが起こるんだ、自分はダメなんだって思っている不安とか、そのような恐怖をね、ね 手放して、そのような重りを手放していくことによって自分が軽くなっていく。自分がライトになっていく。自分の光っていうのがもっとなんか大きくなってくるじゃん。ね。で、これ面白いのはね、僕たちは恐怖から抜け出したいんだけど、恐怖が神様だって思っていると思うのね。 ね、例えばどういうことなのかっていうとすごいこのねあの日本の受験っていうのがすごい分かりやすいんだけど、まあ、世界の受験世界の受験は分からないんだけど特に日本とか僕はアメリカとかカナダとかで住んだことがあるから特にまあアメリカもそうなんだけどあるある部分ではでも特に日本の方が多いと思うんだけどねそのいい大学に入らないと悪いことが起こるよって、ね、これよく考えてみるとどういうことかっていうとねこの恐怖があなたを襲っていますと。 悪いことが起こりますよって。ちゃんと勉強しないと、ね。で、この恐怖から抜け出すために私たちは努力をしているんだよね,ね。で、この本当はこの幸せっていうところに行きたいんだよね。幸せの世界。ね、でも、そこに行こうとすると、恐怖がそれは危ないよって言ってくるわけよ。 だから恐怖っていうのがもしキャラクターになっていたらすごいずるずるい超ずるい2つの顔を持っているような男みたいだと思うんだよね。ね例えばね恐怖がねお母さんのお父さんに言ってくるのは子供のお父さんお母さんに言ってくるのはあなたの子供に悪いことが起こりますよちゃんと大学入れないと。だからちゃんといい ね、その塾に入れていい学校に入れてでちゃんと勉強させないと悪いことが起こりますよって言ってくるわけよだから子供が本当に6歳とか、ね、7歳8歳とかになってるとあんたちゃんとお母さんが「あなたちゃんと宿題やってるの?」って言ってくるじゃんねで子供が「いや今遊びたいの」って言ったら「駄目!」って「ちゃんと勉強しないと悪いことが起こるんです」ってでその子はなんかね宿題やってで今度テストをやってでテストがなんか80数点だったらね,ねお父さんが来て「お前 ね、もっとちゃんといい点数取れないのかお父さんお母さんはこんなに頑張ってお前を塾に送ってお前このぐらいの100点満点とかせめて90点は取りなさいみたいな感じでねその子に何を教えているのかっていうとあなたたは罰ですすこのまままだったら罰が続きますそしてあなたが「丸になりたいんだったら、ね、やりたくないひょっとしたら得意じゃないね。ね あなたと自然じゃないことをやらないと、まるにはなれませんって言ってくるわけよ。あなたと自然じゃないことをやらないと、まるにはなれませんっていうことなんだよね,ねで。これは、おい、ちょっと待って、クリス。ね、ちょっとの勉強はいいんじゃないって思うかもしれないんだけど、例えば僕が、ね、昭和55年の東京育ちの、私が経験したのは、ね、塾に行ったわけよ。 幼稚園の時から、ね、でサマーースクールに行ったわけよ僕3歳からサマースクールに行ってるわけよ。でそこでよく原骨打ったりとか勉強させたりとかちゃんと食事を食べる100回ねなんか回とかライス食べる時ご飯食べる時100回組みなさいとかねでそのね小学校に入ったとで僕はその,あの小学校に入っているそしたら今度その塾に 行か行きなさいってでもっと塾が行ってで小学校は週5回なんだけど僕は塾に週6回とか行くわけよ。ね、で僕がちゃんと、ね仕,事あのー、仕事っていうか勉強できてないと塾の先生が「泊まりなさい」って言ったりとか原骨来たり原骨って、ね、今の子分かるよな原骨ってカーンって来たりとかシャッペンで刺されたりとか。ね そういう環境で、ね、もっと勉強しないといけないんだ、ね。勉強っていうのは終わらないんだ。ね、ずっと遊んじゃダメなんだ、ね。そういうような環境で実際に育って、で、僕はあの中学校の時にアメリカに引っ越したんだけど、 ね、やっぱりその受験生とかになるとねちょっとの勉強じゃないわけよ中にはこれ本当に何万人ひょっとしたら何十万人の人たちがごめんねちょっとちょっとミリエンとマンがねちょっとあの変わるんだよね英語と日本語でだからちょっとその数字が正しいのかわからないんだけどもうたくさんの受験生の人たちとかがね本当に鬱になるような感じで勉強勉強努力努力なんでっていうと私はツなんだ私はツなんだいい大学に入らないと丸にならないんだっていうのが続くわけよ。で 面白いのはこのいいいいののはこ点数を取ってるる子たちもいるわけよね例えば小学校中学校高校生の時にずっと90点以上 A を取っている子どもたちもいるわけよ。ね、でそういう子たちも実は、ね、この努力を続けないと私がツになっちゃう。だから今丸になっているのは本当の丸じゃないんだ。この短期的な私が、ね、本当の自分が丸なんだっていう自信じゃないんだよね。いい点数を取っている子たちは。 常にこの恐怖が追いいかけけてるわけよ鬼みたいな感じで,でこの A, A をキープしないと悪いことが起こるよってで今度 A 取れるようになったらこのね B 系の大学じゃなくて A 系の大学に入れるからお前もっと努力しなさいって言ってね本当は A で全然 OK なんだけど全国の子供たちと自分をつ、ね、比べてその全国のトップの10%とか15%と比べてるからまたそこのハードルが高くなって、ね、91点は低いわけよ92も低いわけよ。 ね、98、99、100のレベルを全ての課題でキープしないといけないみたいな、ものすごいハードルが高い、自然じゃないようなアクティビティ、自然じゃないようなことを続けていって、で、やっと大学に入れるか。で、今度大学に入れなかった、自分の,の心が折れちゃう子たちもいっぱいいるわけよ。本当に。で、今度大学に入って、いや、終わった。私は丸なんだったって。 そういう話かって言ったら全然そうじゃないでしょう。大学の中でもコンペがあるから大学の中でずっと A, A をキープしないといけないとか今度大学が終わるからいい会社に入らないといけない。 でこういう時に例えば A 席をずっと取っている子たちが、ね、本当に自分と会う仕事で自分がやりたいことで給料はねまあまあかもしれないんだけどキャリアの可能性があって時間はかかるかもしれないんだけど自分が大好きでね本当にやりたいことやりたい仕事に、ね、つくっていうそのような自信を持っている子たちがいると思う A 席で。ちなみに僕はあの経営を 幼稚者慶応の小学校行ったわけよであの今アメリカにいるんだけど日本に行った時に慶応の大学生に、ね、この仕事についてのレクチャーをしたんですよ、ねあのー。そしたら面白いのね。やっぱりそのレクチャーの時は、ね、やっぱり論理的に考えると自分と会うことを仕事にすると、ね、仕事をやっている時間が増えるのね。 ね、例えばあなたがねなんかあの動画制作やりたいとなるじゃんねきれいな動画を撮るとかきれいな動画の編集をやりたいとかでそうなるとねやっぱりそれが好きだから仕事の時間が終わっても残ったりとか後輩と飲みに行って仕事のことを教えてくださいとかあ先輩か <laughs>、ね、先輩と一緒にもっと時間を過ごしてもっと教えてくださいとか全然朝3時とかまでやったりとかで,で帰りの YouTube 帰りの電車とかでも YouTube 見て、ね、英語の新しいなんかアメリカとかヨーロッパの新しい いいやり方の編集とかを自分で学んでそのような価値に合っているものを自分の社会自分の会社の中に提供してでそこからもうねその経験が10年20年がある先輩たちのスキルっていうのをショートカットするような感じで学んで自分の価値を上げていくわけよね。でそうするとその価値が高いから自分が提供できるスキルっていうのが高いわけよ。 そうするとそのスキルから入ってくるお金っていうのが高いのね例えば自分が独立してじゃあ映画の編集を動画の編集をやりますって言ったらね動画の編集が下手な人より動画の編集が高い人の方がマーケット市場っていうのがあってお客さんたちがいるところからのお金がもっと高いのが入ってくるわけよねこの人の方がうまいから、ね、こ,のこ,れこの仕事については30万円払いますとか20万円払いますとかで逆に独立しなくても会社っていうのがいっぱいあるからね自分がその会社に営業する ここで働かさせてくださいって言ってコントラクトを結んで自分が提供できる価値っていうのがあるからよしじゃあこの会社からこういう給料をもらえるよこの会社からこ,れをつこのようなワークを続けているんだったらあなたの価値も上がっていずれ給料も上がるし自分の,なんか、ね、そのタイトルみたいなのが、ね、編集長みたいにそういうのも上がっていくよっていう感じで今度そういうのをやっていくと後から独立する時にもっと力になったりとか自分がその何て言うのかなあの転職する時にうわこの会社から来てるのすごいねと そうやって価値が上が上るんだよねで自分が合わないことを仕事にしていると何が起こるのかっていうともちろん会社がね時間が終わったらもう会社の時間が終わったらもうや、ね、すぐ帰ってねなんかお笑いの YouTube 見たりとか全然お笑いの YouTube は見てねそれいいよ、うん、あのそ,それが悪いって言ってるんじゃないんだけどもう仕事が終わったら仕事についてもっと興味があるっていう感じじゃないからもう嫌だってなってこれが25代とか25歳とか30代の前半になるとお酒っていうのもね普通の場合だったら、ね、70% らいのね、日本のカルチャーにはお酒っていうのがやっぱりあるから仕事があったらちょっとピシュッてキンビール行こうよってキンキン冷えてるビール行こうよって、ね、で今度それがなんか毎日みたいな感じで続いてスタ agnant、ね、よどんだ沼みたいなよどんだ人生みたいな感じで今度そのやっぱり自分がうまくいっているっていう感じを忘れちゃうからもう我慢している若い時はねあの忍耐みたいな体力で、ね、続けることができるんだけどやっぱりこれ30代40代になってくると本当に1時間とか1時間半の通勤っていうのは本当につらくなって。 家に帰っっっったたたらももととリラックスしたいいい仕事を忘れたいっていうなるわけよでも自分が自分と会うっていうことを仕事にやっていると全然違うよね。そこのいやもっと仕事やりたい自分のうまくいっているっていうのがあって収入とかもつながってきて自分の価値っていうのも上がってきて自信っていうのもつながってくるからこの何を仕事にするかっていうのは全すごいあの人生を、あのー、ね、あのー、こ,これは。 こう論理的に考えるとこれはミスしたくないようなポイントだと思うのね人生の中の一つ人間関係とか結婚とかねいろいろあるんだけど一つミスしたくないのはこの何を長期的に仕事を続けていくのか何をキャリアにしていくのかっていうのは意外と僕は論理的に考えると大切なことなんじゃないかなって思うのね。で 例えば、この、ね、子供の時から英籍を取っていないといけないという人が、ね、いい大学に入って親がいいよって言っているところ、その子たちが自分と会うような仕事、その人は自分と会うようなことって分かるの、ね、そういう子たちは、ね、自分が何が好きなのかって知っているその好きなことで生きていけるって知っているそのような教育を受けているで。もちろん中にはいると思うよ。でも、大体、 的に考えると少ななないいんんじゃないかなって思うんだよねでさっきの慶応の話なんだけどねやっぱり僕が慶応でこういうような話をするとみんなうん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 っていうわけよ。 でも、受験のシーズンじゃなくて、その、えっと、なんだっけ、受験の、の大学から就職のシーズンになる、就職って言うんだっけ、その転職就職就職のシーズンになると、もうこの話が一切入らないのね。論理的には分かっていても、この恐怖っていう鬼みたいなのが、その人を心をつかんで、周りの人たちはいい仕事に入ってくく。ね、例えば、経営の子たちだったら、何々銀行とか、ね、何々の、なんかそういう、なんかすごい、なんか有名な会社とか。 ね、そういうところを目指して、うん、親が納得するようなこと。ね。お父さん、お母さんが役員とかね。そういう人たちが納得するようなところとかに、なんか自分を入れているわけよね。自分と合わないかもしれないんだけど。ね。だから、この、恐怖。ね。この時に、ね。いい点数取らないよ。取らないといけないんだよって。ね。この 恐怖っていうのは、僕たちは、ある意味、神様にしていると思うので、ね。で、よく考えてみると、この恐怖が言っていることを実際にやると、どこに届くのか、どこにね、たどり着くのかっていうと、恐怖の世界にたどり着くと思うの、ね、で。僕の先生が、恐怖の目的っていうのは、恐怖を増やすことだよ。 おっっしゃってるんですよ恐怖の目的っていうのは恐怖を増やすこと。本当にそうだよね。ね子供の時からこういうのがちゃんとやらないと悪いことが起こるんだよ。あなたは罰なんだよ。丸になはなれないよって。でちょっといいことが起こって頑張ってなんかいい丸を取ったんだけど学校とか仕事とかでも。でもすぐ何が追いかけてくるのかっていうと恐怖。ねいいことが起こったから悪いことが起こるよ。 いいことが起こったから、これは続かないから、もっと努力しないといけないよって。で、どういう人に変わっちゃうのかっていうと、私は、罰がある世界で生きていると。で、これをやっていると、丸になれないわけよ。論理的に考えてもらいたいのね。論理的に考えると、この恐怖のね、罰なんだっていう世界に生きている限り、 それをやっていると何を自分で引き寄せているのか何を作り出しているのかっていうともっと恐怖を同じような恐怖を作り出しているのね同じバイブレーションなのよだから恐怖っていうバイブレーションのね鳴る音があってそのエネルギーがあなたがおりんとしましょうよちょっとおりん持ってくる、OK、このきょおりんがあって恐怖っていうのがチーンって鳴るじゃん すると何があなたを通して作られるのかあなたをあなたが恐怖の波動で揺れて何を作っていくのかっていうと同じ同じことなんだよね同じ恐怖を作っているわけなんだよこれ論理的に考えると分かるよ、ね、そうだと思わないかな恐怖があって悪いことが起こるからもっと努力しないといけないって言ったら、ね、それで丸作れます違うよね一時的に丸になってももっと恐怖が追いかけてくるっていう世界を作ってるじゃんじゃあどうやって で私たちはこの恐怖の世界から丸の世界に変わっていけるのかどうやると思うね面白いよねねだから本当に僕たちはね人類人類の一人として、ね、人類っていうのは全員のもう人類っていうのは一だから。 私たちもこの1のパートなんだよね。例えば僕の指っていうのは小指はこの手の一部なんだよね。同じような感じで人類っていう手にはあなたも一部なんですよ。だからね、僕一人が幸せになるっていう感じじゃなくて僕たちはね、人類の課題っていうのは人類が丸になっていくっていうことで、でこれはある意味私たちの responsibility。責任があるようなことだと思うのね。 でもちろん自分の人生に何を選ぶのか、この恐怖がベースとなって罰の世界を選んで、罰の恐れを、ね、その自分の原力、力として作っていく世界、生きていく世界の責任っていうのは誰が取れるのかっていうと親じゃないよね、周りの人じゃないよね、社会じゃないよね、あなたですよね、私だよね。だから一人の責任っていうのがある。でそれが自分の,あの世界を作っていくわけよ。 で、あなたがこの高い道、the higher way、真実、ね、高い波動っていうか、ね、その恐怖じゃない、その幸せな、大丈夫っていう、その、ね、自由、その、ね、私のせいじゃない、大丈夫っていうところから、自然のありのままの自分で生きていくと、ものすっごいい世界に変わっていくわけよね。 もう恐怖の世界で生きていると信じられないような世界が手に入ってくるわけよ。ね、変わってくるわけよ。論理的に考えてみて。恐怖で考えている。罰が起こるからもっと努力しないと私は悪いことが起こる。ね、もっと仕事しないといけないんだ。あ、私ダ目なんだ。努力ができないんだ。っていう世界を作っているわけでしょ。生きているんじゃないよ。作っているんだよ。それを。だからそれが自分の人生で反映されて、それがまた戻ってくるんだよね。でも、ありのままの自分で大丈夫。私のせいじゃないんだ。私は実は大丈夫。 私は自分の成長私が自分が嫌なことをやったら後悔するようなことをやめてもっと幸せなことをやるっていう感じで生きていってそれが本当にうまくいくようになってきたらねあなたが今度ビーコンに変わるのよライトのビーコンに光のビーコンにえそんな生き方やっていいのってねここに「生き方は選べる」っていう本が ここにあるんだけど、これ僕が書いた本でもう一節ちょっとどっかに行っちゃったんだけど、ね、そろそろ大好きなことで生きていこうよって。やっていいのいいんですよ。うまくいくんですよ。人生で大切なことはお金だけとか自分のね、その、あの、なんだ仕事のタイトルだけじゃないわけよ。知ってるんだよ、みんな。で、こうやって、この本当の丸の世界、大丈夫って、私は自然の一部だから必ず成長していくし、 ねこの自然の一部っていうのは絶対一人じゃないのよ。自然っていうのは反対側もいるわけよ。ね例えばねお花だったら土っていうのもあって光っていうのもあって水っていうのもあって空気があるわけよ。ね、でそのバランスがあるからシード種がぬくぬくぬくって育っていってでお花として咲いていくわけよね。ねだから この人間のこの恐怖っていうのはずるい、ね、2面2つの顔を持っている男って言ったじゃん最初、ね。だからこの罰が起こるよってその恐怖だけじゃないわけよ。 本当はあなたを応援してくれるフォースっていうのがいっぱいあるの自然のものかもしれないし、ね、本当に奇跡のような出来事シンクロとか、ね、そういうことかもしれないしあなたを応援してくれるフォースとか周りの人とか、ね、いいことチャンスとか本当に前髪をつかむっていうか、ね、いい運っていうのはマジあるわけよでも恐怖はそんなの信じちゃダメやおって言ってくるわけよであなたがそれをやって生きていくことによって で、あなたが今度大丈夫なんだよっていう印、証拠としてこの世で生きていって、それを通してあなたを見て、その人が変わっていってで、その人を見る人が変わっていって、その人を見る人が変わっていって、この人類っていうのが変わっていくんだよね。で、ぜひ私の挑戦っていうのは、私が本当にこの動画を通して考えていきたいのは、あなたはどうやって生きていくのあなたはどうやってこれまで生きてきたの この罰があるっていう世界で生きていってこの怯えの中でずっとこの恐怖が神様本当に自分の神様は恐怖うまくいかないよちゃんと努力しないと悪いことが起こるよ何かのトラブルがあったらもっと努力しないといけないんだ悪いことが起こるんだっていうそのバイブレーションに戻ってで今度ちょっとうまくいってもまた悪いことが起こるよっていうところに戻る続かないよってそれか大丈夫うまくいっていい みんなうまくいくみんなうまくいっていい今そういう進化に入っているから私も成長続けてみんな成長する成長っていうのは止めることができない大丈夫私は自分が自分を通して本当に何が真実なのか私は自然の一部としてユニバースからサポートされているユニバースの方がね強い守られている大丈夫って危ない危ないやっちゃダメ 努力の世界に戻ってきて悪いことが起こるよ、そんなのそれ楽してるって言うんだよ出てる釘は戦るんだよそれでうまく考えよう見てなんか映画で聞いたことがあるよ !CM で聞いたことがあるよって気をつけて自分、どのような情報を毎日見ているのかニュースでどのようなバイブレーションの情報が入ってきてるエンタメ系のニュースって幼稚園の子でもわかるよどのような 情報が低い恐怖の情報であんまいいアホみたいな情報でそういうの毎日見てるそういうの毎日見てるんだったらやめようぜマジやめようぜそれなくてもそのエネルギーその見てえなっていうそのエネルギーをいいことに使おうぜ 自分の成長に。で、g u a r a n t e e r g u a r a n t e e いいこと起きるよ。次元上昇よ。恐怖の次元から、丸の次元に変わっていく方法。ね。ユニバースに、私は成長に合わせます。私はこれから、ハートを信じて、生きていきます。 サポート、よろしくお願いいたします。って言うんだよ。本当なんだよ。大丈夫なんだよ。みんなあなたの、俺待ってるんだよ。ユニバースが待ってるんだよ。でなんでユニバースもっと早くマジックワンド、ハリー・ポッターのワンドみたいなので、プチプチプチパーンってきて、なんであなたのね、人生に天使が現れて、はい、もううまくいくよ、この恐怖のね、次元から抜け出していいよって。なぜかっていうと、あなたは大人だから。 あなたは深い魂だから。あなたは生まれる前に自分で選んだの。これは自分で学びたい。これは自分の人生っていう経験を通して学びたいことだから、私にやらさせてって。よしよしい,いよって。決断決めたらみんな待ってるから。応援するの待ってるから。教えてねって。うん。 でもこれ私自分でやるからありがとうって言ってパーンって生まれてきたんじゃないだからそろ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 生き方ね選んでいこうよこれをやると恐怖が来てそんなの甘いよできないよ続かないよってきます大丈夫これをこの道を歩いている先輩たちっていうのはいっぱいいるんだよひょっとしたらふって自分の周りにいっぱいいるかもしれない これは心で知ることだから。で心で知ることによって、今度証明っていうのが出てきて、証明が、頭で証明が理解できると楽なのね。頭で証明が理解できないと難しいわけよ。ね。例えばこれは、ね、その人類が、あ、地球っていうのがユニバースのセンターじゃないんだって。 実は太陽の周りに回ってるんじゃないって言った時にそれはダメだよってそんなの甘いよってでも証明が本当に論理的に分かった時にね頭が OK ってなったのよ頭が OK ってなったら楽になるわけよ、ね、例えば今宇宙のエイリアンとかいっぱい出てきてるよね2021年でねでアメリカの政府がこれは本当ですって言ったわけよでこのアメリカの政府が本当です で言う前に例えばハーバードの学者とかイエール大学とか東京大学とかそういうような学者が「いやこれ本当だからこれは勉強しないといけないよね」って言ったら笑われるわけよ。そんなのダメだよって、ね。でも今これ本当ですっていう証明があるからすっごい今世界が変わってきてると思うんだよね。同じような感覚で ね、この生き方っていうかこの真実に合わせて生きていくっていうのは甘いよ甘いよって思うんだけどこの証明をつかむことができたら OK になるわけよ。でこのプロセスは難しいから何が必要になるのかっていうと、ね、僕の今今僕が思うのはね先輩この道を知って 生生きてててているる人人たたたちがああなななの人生に現れれをサポートして教えてくれるようなこと、ね、例えば編集の仕事やりたいんだったら編集の先輩がいるところに入ってくるともっと早く学べるじゃん。同じような感覚なんだよね。で、それをユニバースにリクエストするわけよ。それを引き寄せるわけよ。なぜかっていうと、これはあなたの成長に必要なことだから。 でそうすると、いろんなフォースが自分の人生に現れて、ね、同じような感覚を持っている人とか、ね、いろんな本とか、こんな、ね、なんか、この変な YouTube が現れたりとか。で、あなたがここまで見て、これ今何分二十数分見てるわけでしょう。ここまで聞いてるっていうのは偶然じゃないわけよ。偶然じゃないんですよ。だからいいことが起きてくる時代なんですよ。その、 時期にいいことが起きてくる時期っていうのにあなたが入ってくるのに、ね、で、その、ちょっとそれを掴んで、ちょっと瞑想みたいな感じで一緒にやろうよ。ごめんね、ちょっとこれ長いんだけど。いいことが起きてくる時期なんだって、ふわってあったかいっていうのを心から感じるじゃん。で、外、僕のは右の後ろなんだけど、そんなの甘いよって、悪いことが起こるよって、そんなのダメだよって、いつもの人生が続くんだよっていうのが来るじゃん。 この感覚をつかめるようになってもらいたいのね。なぜかっていうと、この道っていうのは、一つの条件っていうのは、私たちはエネルギーなのね。ねバイブレーションで生きているエネルギーなわけよ。で、自分がラジオ局だと思うと楽だと思うのね。で、例えば、ね、81.3JWave にね、自分のラジオ局を、ね、合わせると、 その目へ JWAVE の音楽が入ってくるじゃん。で JWAVE の音楽が入ってくるとそれが自分の人生に現れてくるのね。 だからこの恐怖っていう JWAVE に、なんか JWAVE さんごめんね、JWAVE じゃないんだけど、だってご恐怖っていうラジオ局に合わせると、ね、悪いことが起こるので私は成長できないんだ、可能性がないんだって、幸せに生きていける可能性がゼロなんだっていうところに、実際にあなたの FM 局、ラジオ局を合わせていると、それがあなたが本当だって思っているから、それを自分で、 今度、あなたがラジオ局になるから、それがあなたの人生で、あなたの考え方、あなたの発言、あなたの行動から生まれてくるのね。チャンスがあって、ね、山崎さん、例えば、山崎さん、こういう仕事のチャンスがあるんだってなって、ね、やってみないとか、ね、こういういいことがあるんだけど、やってみないって言われると、いや、私はダメだから疲れてるからやめてって。私はうまくいかないのって、そこに人生に合わせるから、それがリアルに変わるじゃん。ね。で、この、で、この恐怖はうまいから、うまいから、二つの顔を持ってるから。 うまいのよ。あなたの説得力。で、よく考えてみると、あなたはこの世界しか知らないかもしれないわけよ。周りの社会とか見て、この幸せの世界って今、やっと幸せになってきてるでしょ。やっと変わってきてるでしょ。大丈夫っていう世界。 うまくいくい本当のうまくいくっていうのは心のうまくいくっていうことだからエゴが思っているうまくいく私は六本木の高級タワーに住みたいとかランボギーにバンバン飛ばしてねあのー、高級ハンドバッグ持って永遠に美しくなって有名になってそれが成功なのみたいなそういうスモールセルフが残っていることじゃなくて本当の心の幸せありのままの自分として問題がなかったんだ私は神の子っていうか神の一部この手の ね、小指一部、ユニバースの自然の一部、サポートされている。この b l ス s s 英語で b l ス s s 日本語にするとちょっとわからないんだけど、本当に瞑想しているとすごいなんか幸せになって愛を感じているような、それが続いていく。それがあなたの、あなたなんだ。あなたはその b l ス s s なんだ。本物なんだ。あなたが本物なんだっていうこの心の中から涙が出るような幸せ感それをにつなげて、 生きていくんだよすると、この恐怖が変わるの。なぜかっていうと、例えば、このマウス、これが怖いものだとしようよ、仕事みたいなお金とか。このマウスも、ユニバースの一部なのよ。このマウスも、神の一部なのよ。で、これが真実だから、すると、これがトランスフォームするの、ね。で、あなたに必要な学びっていうのもあるし、それを、そのエネルギーをリリースする方法とかもあるのよ。 だから今この大丈夫っていう感覚があったらそれを感じたじゃんで怖いよっていうのを感じたじゃんそこから始めていくのこれはどういう感じこれはどういう感じ今私はどういう感じ自分のエネルギーのフィールドっていうかバイブレーションをね今高いのか低いのか低くなったら何をやったら高くなるのかそういう教えがいっぱいあるから僕も手伝うことができるから聞いて聞いてうんうんこれがすごい大切なことなんだよね なかなかいい話だったよね、今の。ね、僕の心にはこれが今本当に必要だった。うん、こういうのを本当に10代の時とかに聞きたかったわ。子供の時とか、うんで。こういうのを学んでいくと、この子供の時に自分を戻って、その時は自分はもう完璧だったんだっていう感じで戻ると、過去の恐怖っていうのもエネルギーだから、バイブレーションだから、それが自然にリリースされたりするのね。 ねね、だからそのねその神様の光ユニバースの光みたいなのがあって、ね、その呼び方は何でもいいと思うのね別にそのね神様って呼んでもいいし言葉って呼んでもいいし音って呼んでもいいし、ね、自然って呼んでもいいしユニバースって言って呼んでもいいし光って呼んでもいいのねそういう宗教じゃないわけよ宗教じゃないわけよ真実っていうのはねでこのユニバースっていうのはすべてのものだから光がとつながってるわけよ で私が怖いことっていうのは神様の上にそれを置いちゃっているわけよね。だから恐怖、受験がやらないと悪いことが起こるよっていうのはその神様が本当だったら全然それ大丈夫でしょ。リアリ考えてみると本当に神様っていうのが存在したらそれ心配しなくていいわけでしょ。なぜかっていうとうまくいくんだから。そうするとその恐怖が来てそんなの甘いよっていうのがあるからじゃああなたの神様はね、そのあなたの神様より恐怖の方が上なのよ。それを神様にしちゃってるわけよね。 それを変えていくっていうワークを、ね、自分で、あなたが選んでるから、自分でやっていかないと。自分で、これを、もう、ね、光の一部だよねって。光がないところってないわけよ。それを通して、あなたも光になって、あなたも光だから。それを見て、他の人たちも幸せになっていくっていう、そのエネルギーの e q u e n c ー。Everything is frequency.Everything is energy. エナジーだから。ラジオ局みたいな感じだから。 それを忘れないでいただければと思います。で、まじ、こういう話に興味があるんだったら、ちょっと、な本当は DM とか欲しいんだよね。インスタの DM とかだったらいいかもしれないんだけど、おね、えー、と、こういう話はまた、あんまり僕はあんまりやってないから、こういうのをちょっと2022年から僕は本格的に、本格的っていうかね、やっていきたいなって、こういう方法を僕の先輩の先生たちがこういうのを教えてくれたから、私もこういうのを、なんか、あのー、 こういうのが必要っていう言葉っていうか知りたい人にあのもっとあの伝えていきたいなって思っております。長い話だったね。ね本当は短い話にするつもりだったんだけど。<laughs> いやー、いい話だった。ありがとう。じゃあちょっと簡単な瞑想をして終わりにしましょう。もしよかったらね、深呼吸3回ぐらいやって 僕が大丈夫だよって、大丈夫あなたは大丈夫私は大丈夫って言うから、その感覚にちょっと掴んで、そのバイブレーションをに慣れていくっていうか、そこにアチューメント、チューンを合わせる、ラジオ曲を合わせる、チューンするっていうのをちょっと合わせていきましょう。いつでもそれ、これあの見て、いつでもできるからね。 朝起きたときとかにこういうのやるとすごいいいよ。深呼吸三回やろうぜ。自分のペースで。あなたは大丈夫 あなたは大丈夫。あなたは大丈夫。私は大丈夫。私は成長するから成長に必要なことが運ばれてくる。これで生きていく。愛してるよ。じゃあ。 ありがとう。またねー、LIKE ボタンを押すのを忘れないでね。なんか最後まで見たら、最後まで見ましたみたいなの教えてくれたらすっげえ嬉しい。じゃあね。